フランスの首都パリ市は1795年以降行政区に分けられている。当初の行政区の数は12であったが1859年6月16日の法律によって現在の20区に再編された。現在、国レベルの統計では関東と同列に扱われているが関東と異なりおごおり選挙は行われない。パリの議員は他の地域との対比で言えば 市会議員かつ県会議員である。フランスでは、パリのホカリオンとマルセイユでも市内が行政区に分かれている。フランスの市とパリ市は20の行政区に分けられている。各区には固有の名が与えられているが、この名で呼ばれることは極めて稀であり、通常は1区から20区までの番号で呼ばれる。番号はローマ数字で表記されることもある。各区の番号は市の中心から始まり、 時計回りに螺旋を描くように付けられている。中心部の区の面積が小さく、外部に行くに従って大きくなることから、エスカルゴに例えられることが多い。各区は、それぞれ4つのカルジェに分けられている。カタカナは、一般的なフランス語カタカナ表記。1、パリ市全体に対しては、INSEE コード75056が割り当てられている。2、1937年まで、 パーク・マンツリー・カルチェは、ラ・サンテ・カルチェと呼ばれていた。3、1896年まで、シャイヨ・カルチェは、レ・バソンズ・カルチェと呼ばれていた。1、バンセンヌの森を除く2、ブルローニュの森を除くパリの休業制区は、全12区で構成されていた。1795年の創設から1859年6月16日の法律によって、現在の20区に再編されるまで存在していた。 フルミエ・ジェネローの城壁を境界としていたパリの町は1790年6月27日法により48の地区に分割され各地区はそれぞれの住民を持ちそれぞれに治安判事、区長と16人の副区長により運営される行政府及び30人の議員が置かれることになった1795年8月22日に制定された 共和歴3年憲法第183条は人口が10万人を超えるコミューンの分割について少なくとも3つの行政区域に分けること分割後の区域の人口が3万人以上5万人未満となるようにすることを規定していた。しかしこのような区割りはあまりに小さいと考えられるいたり共和歴4年武道月19日法によって合併された。その結果 パリでは12の行政区が創設された。1795年から1859年まで、この92区は、それぞれが4つの自治区に分けられていたが、これは1790年に創設された48、地区に対応していた。セクションから、現在用いられているクアルティへの5区の変更は、1811年5月10日の県知事、アレテによってなされた。 1860年、パリがティエールの城壁内のコミューンを併合して拡張したことから新たな区割りが実施された。これが現在も実施されている新たな20区であり、いくつかの行政区はこのパリ拡張の時に拡張部分を単純に付け加えた形で創設された。12の行政区と48のカルテエに分割された。 パリの地図1795年から1860年までの12の行政区と48のカルティエナポレオン3世がオスマン団尺にパリ周辺のコミューン併合に関するデクレを手渡した。1860年のパリ拡張による16創設記念プレート4世紀以降からのパリの地域拡大図アンサント・ギャロ、ロマイネ・アンサント・キャロリン・ジーン・アンサントで、フィリペ・オーギュスト・アンサントでチャールズ、v ・ブイ。 アンサントデ・ルイス・サーティン、ムルデ・ファーミアーズ・ゲナル・アンサントデ・ティー・アウジャード・ヌイ1860年、以前の行政区、灰色部分が2つの壁の間にあたる。1860年パリ再編前のセーヌ県の、コミューンド1853年以降セーヌ県知事を務めていた、ジョルジュ・ジェーヌ・オスマンは、毎日ブローニュの森から押し寄せる乗用車や、乗用場の渋滞を気にかけ、パッシー及び、 ヌイをパリに並行して、エトワール広場を拡張し、入試税関をポルトマイオへ移転させるという後のパリ改造につながる構想を1856年頃から持っていた。一方、ナポレオン三世は、セーヌ県に加え、ムードン及びセーブルを一括するグランドパリを無双していた。そこで、アンリ・シメオン伯爵が率いる委員会をつく、それよりも何年か早かった。 ティエールの城壁の建設は、いくつかのコミューンが壁によって、コミューン内部で二分されるという得意な状況を引き起こした。他方で、ドゥラングル内務大臣は、ティエールの城壁とフェルミエージェネローの城壁との間に存在する土地は、パリの領土として発展するほかないと主張した。1859年、地図上で、左から右、上から下へと順に、 区の番号を割り当てるという計画があったが、現在の16区が13区に該当したことから、その住民の反対にあい、放棄された。すなわち、12区までしか存在しなかった、当時、第13区区役所で民事婚の指揮を挙げるという言い回しは、正式な民事婚を経ずに同棲をすることを意味し、両族に反する生活を暗示したからである。結局、 現在のような渦巻き型で番号が振られることになり、人口の最も多かった現在の13区に13の数字が割り当てられた。パリ市は1795年以降12の行政区に分けられていたが、1860年1月1日に地域の拡張に伴い20の区に再編された。これはパリに t l の城壁内の以下のコミューンを併合する1859年6月16日の法律が施行されたことによるものである。アトラスイーストリックデセル・カンスクリプションス・エレクタールズ、フランセーズ、パール・ベルナール・ゴーデリー、7072、ローシュール・エル、エクステンション・デ・リミト・デ・パリ、ブレティン・デ、ロイス・デ・エル、エンパイア・フランセ、ホーティン、シュジエ・セリ、N738、 サンノバンブラ 1859P747751 ディープリデュートシュールグーグルブックス現在のパリ16区北西部とヌイーシュルセーヌとの境界付近グランダルメ大通りが走る周辺界隈ありがとうございます